どうも料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、なんだっけ、あ、わかりました。ここにあったそうめん、はい、塩油そうめんっていうですね、まあ、そうめんってね、まあ、夏場のイメージすごいあると思うんですけども、今回はですね、あったかいまんまでですね、まるで油そばのように食べられる塩油そうめんっていうのをですね、やっていきたいと思います。これですね、そうめん茹でちゃえば、こっちに入れるのはですね、レンチンして茹でたそうめんを入れて混ぜただけなんですね。これね、めちゃめちゃ簡単なので、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい、では材料説明いきます。まずそうめん、これ2束ですね、だから 100g になります。こちらニンニクですね、もうみじん切りしちゃいました。はい、みじん切りにしたニンニクが1かけ分です。こちら卵、なんとこれだけ、あと調味料だけです。やっていきたいと思います。みじん切りにしたニンニクを入れた器ですね、こちらに酒小さじ2ですね、はい、とみりんです、これも小さじ2です。白だしですね、大さじ1と半分です。最後にごま油ですね、これが大さじ1杯。これですね、どんぶりのままラップせずにですね、レンジで1分30秒。はい、1分半加熱したのはこちらになりますね。これなんで1分半加熱するかっていうと、あのアルコール分を飛ばしたいので1分半加熱しました。もうこれ飛んでます。はい、ここに固めに茹でたそうめんです。大体1分半ぐらい入れましたね。ちょっと固めになってます。で、あえていきますね。タレとよく絡ましてください。で、こうなったらですね、ここにくぼみをつけて卵をのせてですね、あー油そうめんの完成です君割れちゃったよ。はい、ではですね、ちょっと卵黄割れちゃいましたけど、料理研究家だって失敗するんですよ。ではですね、いただいてみたいと思います。よくね、混ぜてくださいね、これね。はい、こんな感じで、あ、うまそうですね。黄身はもう割れちゃったんでね、もうなじましちゃいます。じゃあまずはそのままいってみたいと思います。いただきます。うまい、うまいです。うまいです。これはうまい。この、まあ、白、まあ、塩を使ってないんですけどね、実はね、塩を使ってないんですけど、塩油そばっていうのなんでかっていうと、まあ、白だしがね、結構ね、塩味に近いんですね。だしの味もかなりするんですけど、なので、まあ、食べてみると分かるんですけど、すごくね、塩、あの海鮮塩っぽいような味がします。いや、またこの卵黄の絡まったところがめちゃめちゃうまいんですよ、これ。今回はですね、ちょい足しも紹介したいと思います。まずラー油です。辛みが加わってですね、あー、これビールが進む。最高です。あとですね、これですね、ブラックペッパー。これはですね、辛みが加わって非常にビールが進む。ああ、うまっ。あとね、あとね、もうちょっとあるんですよ。ちょい足し第3弾、このね、レモン汁です。おかれも。これね、ちょっと足して食べてみてください、これね。爽やか。ビールが進む。ああ、これ超うまいっすよ。このね、この塩だれがすごく美味しいので。ものすごい簡単なんですよ。この丼自体は用意しておいて、チンして、茹でたそうめんぶち込むだけなので、はい、これですね。で、もの自体はね、あったかいんですよ、これ。あったかいそうめんを油そば状にして食べるっていう、レシピなので、本当に秋とかですね、冬にも、この食べ方、すっごい、ね、おすすめなので、ぜひ皆さん、やっていただきたいなっていうふうに思います。はい、それではですね、今回の料理、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか、いただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録、あと高評価よろしくお願いいたします。